スペルシンガー、私の大好きなゴスペルシンガー、そしてそのシンガーの私の中でこの曲がおすすめっていうのをちょっと、紹介していきたいと思います。アレサ・フランクリンとかもね、こう影響を受けている、アーティストでございます。結構こう当時の、デスティニーズ・チャイルドと一緒にコラボレーションしたりとか、ハイリア・ジャクソンとかと並ぶ、素晴らしいゴスペルの母かなと思います。アルバム自体をずっと通して撮ってる、本当にあの新しい、アーティストの形というか、そういうのを、ちょっと私は見たんですけれども、ちょっとリクエストがありましたので一曲だけ、天使にラブソングで、あのローリー・ヒルが歌ってた His Eyes on the Sparrow をちょっと歌ってみたいと思います。 Why should I feel discouraged? And why should the shadow